動画100回達成おめでとうございます。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 ちゅうかさん、ちょっと待って待って、こぼれる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 、こっちから行くわ。はい、どうも。おめでとうございます。カメラですからね。おめでとうございます。いや、100個ですよ。ほんまですよ。結構大変でしたよね、やっぱり100個。何かというかスケジュールが決まってるいうのがね、最初勢いつけないかんからっていうので、2回に1回と言うんです。こんな4人、そうだから3人だから、うん、だからもう入れた瞬間に準備してないと間に合わないっていう、これが始まったのが4月の21日か、4月。そうだよ、4月の21日だよ。もう記憶にないですね。3月に始まらなかった。違う、もうさ、準備が3月だね。あ、そうだ。チャンネルスタートしたの、スタートしたのは4月。そうそうそう、うん、俺3月からやった気分。はい準備してる。準備だ、そうだそうだ、うん、そうだから、カメラが届いて、うん、で、テストで撮ってってくださいねっていう話から始まって、そうだそうだ、そう、だからそのくらいから始まってる、このプランがね、うん、でちょうどそんな話をしだした頃ぐらいに、世の中がなんか半信半疑のままコロナ、いやだから3月の演奏会がもうなくなったの、急にね。2月の頭ですよね、コロナの末から初めのニュースは。僕も東京大阪で予定してたリサイタルがあって、でそう、大阪が3月の28日で、うん、で、東京4月1日って予定してたんやけど、もうやっぱりそのちょっとその東京のリサイタルがもうあと1週間か5日ぐらいか、もう直前よぐらいになるっていう時に、もうだいぶ東京やばいってなったんで、それでもうほんと急遽だけど、まあそこは延期っていうことで、まあまだそれをこの今年中にやろうかっていうような感じでまだ計画はしてるけれども、かなり大阪でも強行突破で、もうそれは受付もものすごい限界体制でね、でお客さんの対応とかも、もう誰もやったことないような、どれぐらい厳しくしないかのかとか、そういうことも分からずだったんで、とりあえずできることは何かせなきゃいけないということでね、練習もでしたけど、その準備に追われて消毒液一つ買いに行くの、どこの焼け粉売ってない、体温計もない、みんな買っててなくなってる、そう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 、振り切れてる。だから、今で、そうそう、今でさえ普通のあとピッピッの、はいはい、非関節体温計だけ、あれも買いに行ったんやけど、あれでもその言った当時はって言ったらちょっとだいぶ前の話みたいけど、3月にそれをもうドラッグストアに、まあそこまで誰も一般が買えへんやろうと思って行ってるのに、非接触型ありませんって全部売り切れて、生産もしてないしね、その頃、うん、そうだ、逆にね、そうそうそう、そんなもん使わせてあげない、そうです、そうです、だから入荷されないから、2、3個置いてあってもさ、それ買われたら、そうそうそう、でも大変やった受付が、だから本当に棒型のこんなんで、お客さん一人一人にやってもらう、うっそ、そう、そうなの、それこそ映っちゃうじゃん、全部、いやもう消毒、そのたんびに消毒、そう、大変、いやでもそのね、今やね、こう、ユニクロ行ったって自由、ユニクロと自由一緒みたいなもんだけど、こうやられるじゃない、あれなしっていうのはこう体温計でしょ、だってそうだね、それはすげえな、なんか、まあね、そうですね、あ、そう、じゃあでもいきなり東京がね、東京だっていうか、ね、緊急事態宣言バーンって出てきて、ね、僕らビジネスマンね、サラリーマン的に言うと、もう本当に、まあ、会社自体休業宣言しましょうとか、テレワーク、まあ、僕の場合ちょっとどうしても出なきゃいけなくなっちゃって、逆にね、ずっとこう出てたわけですよ、会社は、まあこう電車はガラガラだし、あ、そう、朝から座っていけるし、そんなの今まで空いてる席なんて幻みたいなもんで、一切なかったね、それがそうなったらそうなる、だから僕らの感じ方と多分
皆さんの感じ方と全然違うじゃない、うん、僕からしたら、まあ、通勤しやすいなっていう印象だけ、うん、ただ怖いなみたいな、うん、こんな時期にみんなこうテレワークでね 家にこもってる状況なのに、まあ、正直言ってなんかいいのかないい動いてみたいな、ちょっと多少的なこう怖い痛さもあるし怖さもあるしっていうのもあって、だからそれのメリハリっていうか、こうボーンってなってこんなの初めてじゃない、うん、戦時中こう体験してる人間じゃないからボーンってなっていきなりね、東京がシーンみたいな、うん、もうそれこそだってお昼なんか食べれないんだもん、うん、そうですね、サラリーマンの人たちとか、うん、みんなお店の中で遊んじゃって食べるとこがないの、客コンビニはやってたんですか、コンビニはやってた、だけど、時間になったら終わっちゃうみたいな、8時とか、ああそうだったんですね、あのコンビニがみたいな、だからサラリーマン的にはなんかすごいこうポンってすげえショックなのすごい光景だったけど、その演奏家の皆さんたちっていうのはそうなった瞬間に今高橋さん言ってた、うん、いきなりこう公演がなくなっちゃうんでしょ、うん、でそのまま全部チケット売ってるわけで、そう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 、ね、まあまあ通常どこもイベントがポンってなくなっちゃったらそれ全部だってこれ、まあ、おじゃんじゃないけどいやでもね、その対応もあのいろんな人いたはるわけですよ、あの払い戻しの対応をいたしますって言ってやるじゃないですか、うんうん、そしたら、まあ、あのものすごいあのだいぶ前からもう不安で見てくれてるような人たちやったら、うん、あの例えばその東京の公演があの延期ということにしますんで、今お持ちのチケットはその延期公演決まった段階でまた使っていただけますんで、そのまま持っていただいても結構ですし、あの返金手続きを取りの場合はあのおっしゃっていただければ、そのお金が返ってきたらそのチケットをお送りいたしますみたいなことで打ち出してても、あのちょっとこの先がちょっと怖いから、あの私はもう多分延期があってもいけないかもしれませんとか、うん、まあ、そういうお客さんの方だってそのどうするのか決めかねはるわけですよ。そうだよね、うん、でそうなると、あのとりあえずそのもう返金はいいですと、もう不安なので、まあ、あのもう志っていうことで取ってくださいみたいな人もいれば、一人一人にすごくこの心のこもったちゃんと対応っていうのをしないといけないと、うん、だから一人一人の対応が別っていうことになると、もうこれがまた大変な作業でね、うんうん、もうそれはたまたま自主的な公演だけど、ファンクラブなんですね。そうですそうです、うん、で、そうなの、招待状を送ったお偉い先生方とかね、結構何十、うん、二桁人数単位でいる人にはその対応できないでしょ、その返金もない、お金もこっちが要求してるない人、うん、だから当日誰かが会場に行って、その誰か来た場合には、あ今日もあの、まあ、一応 Facebook とかの告知をさせていただいたんですけど、あの延期となってますのでって言って丁寧にお帰りいただくというふうなこともあるんやけど、誰が来るかね、その招待状って言って送ってもらってるから、あの返金手続きのメールは送らないわけですよ。もうじゃあ中止か中止じゃないかもう分かんない人もいるかも、 Facebook 見てないとか、あのうちネットやらへんねんみたいな人とか、ああそういうことだ、言ってお偉い先生方って言ったら、もうある程度そのコンピューター使わないとかね、いま、うん、だにファックスと、まあ、せいぜい携帯のバカバカ携帯のメールでやってますとかいう人らも言い張るわけですよ。そうなってくると、うん、会場もし足運ばれた場合に、あの誰か行ってもらってなあかんというようなこととかね、非常に後が大変でしたね。確かに自主公演というかね、ファンクラブでやる公演だから二分のところじゃない、うんうん、コンサートマスターで呼ばれました、うん、中止になりましたとかっていうのもあるわけ、うん、まあそうですね、まあ、そういう場合は僕らがその主催をしてますっていう公演じゃないので、そういう対応とかね、うん、そういうのもはあのもうその主催者側に任せでいいんですけど、っていうのをそこからお仕事いただいてっていう形なので、まあ、なくなりました、はい、そうですかと、まあ、最初のうちは言ってキャンセル料いくら払いますとかいうこともあったけれども、そんだけ
公演が中止になるっていうことがある意味でその常識化してくると、いやもうなくなるのは当たり前だからってねことになっちゃうと保証がないわけでしょ。だから今もらってる仕事が何件消えるかとかも分からないような状態になると、その意味で無収入になりますから。その頃がちょうど俺らが始まった頃です。そうね、時間はあったよね、うん、時間はとりあえずあった。東京はでもだからもう2月の末の一番最後の方の演奏会以降はちょっとなくて、うん、早くもう中心に決めるのとか早かったのですよね、多分東京都、うん、東京都からの、うん、まあ見てくださってる方に説明しておくと、江口君は今の東京もうだいぶ長いことかな、もうだいぶ田口さんカメラ持ってない。あ、そうか、なんこれも採用します。はい、そうですよ。江口さんはだいぶもう長いこと東京都交響楽団という、要するに東京都が持ってる、主催をしている東京都の持ち物でね、の交響楽団 のチェロ副主席をやっていて、だからそこで働いている人です。なので、うん、東京都から出た指令には従わない。だから早かったろうね、たまにね。割とそうです、ね、中でも依頼仕事っていうのがあって、依頼、うんうん、お願いします東京都交響楽団さんお願いします、うんうんうん、っていう仕事があって、3月の末に一つあったんですけど、やっぱりそれはなかなか依頼者の方がやりたいって言ってる以上、うちらからやめますとか、うん、やりたくありませんとは言えないから、それは随分ギリギリまで残ってました。でもやっぱりもう3月の末はやばかったので、それを向こうが、まあ、察知して、じゃあ残念ですけどキャンセルしましょうって言ってなくなりました。その他のだから東京都交響楽団の定期演奏会とかそういうものはもうなくなりました。要するにその交響楽団が主催を自ら主催をしている公演ね。でも一応東京都のガイドラインにのっとってるから、そうですよ、そうです。例えば今もうテレビとかも再開してるじゃない、それで呼ばれたとしたらガイドラインに沿って断る場合もある。あ、もちろんです、もちろんです。そうですね、都の場合特にそうですよね。そう、ゆり子さんだけに。まあまあ、いい、ここはどうすんのかな。いや、あのね、使っちゃうのか使っちゃうのか。いやでもね、僕も言って、僕は東京交響楽団っていうところに勤めたことがあったんですけど、そこを退団してからは言ってフリーでね、やってても、やっぱりその元やってたそういう仕事 の名残化して、よく他の交響楽団のゲストコンサートマスターみたいな仕事とかも常受注させてもらってて、で東京シティフィルハーモニックっていうオケがあるんだけども、そこによく行ってるんですよ、ちょくちょく行く。ほんならそのキャンセルに、要するに中止になった公演の中に、まあ、それが僕のところに依頼が来たのもその公演日のだいぶ近くなってからやったから、うん、まあ多分この公演自体がね、前一回延期になって、だから予定していたコンサートマスターはその日に出れないことってよくあって、まあ、そんなことなんかなと思ってて、うん、でも聞いたらやっぱそうで、とあるなんか合唱団のがそのベートーベンのミサ・ソレミニスという合唱付きの対局をやるというプロジェクトだったり、で、まあ、大体そういうのをやる場合って合唱団の人らがオーケストラを雇ってお金払って注文してってやる場合も多いんですよ。その合唱団主催のコンサートっていうことでやる場合もあるんですよ。まずそれがそういうことで、でだからそれ延期を一回してたやつが僕のところに来たんですけど、それも中止になってましたから、しかもそれ2回延期したかなんかそんなことやったらしいですよ。かわいそうになぁと思って、めちゃめちゃ大の人ら準備してね、してたと思うのに2回延期になって、それが、僕のところ来て それが中止になったっていうことでしたから、2回延期してやむなくもう やもうやらないっていう決断を下さなくてはならなかったその合唱団の人、すごいかわいそうやなと思って。大変だよね。
やりたかったですけどね、秋山和義氏、うん、すごい公演だったんやろうなと思って。あれでそのソニーミュージックのスタンダップもありましたし、そうですね、その前にそのスタンダップオーケストラで出会った打楽器3人でデビューコンサートが控えてたんです。デビューコンサート、そうです、ちょっとユニット組んで大々的にお披露目しようっていうのが、そのソニーミュージックは関係なく、そこで出会った3人で、最初自習なんですけど、自習公演で、南を綾野のとある大きな場所で、もうディナー付きみたいな感じで結構大きくやって、もう本当満席で、いやもうやろうってなってたんですけど、それはもう本当にすぐになくなってしまって、でそのなくなった理由が、私たち3人が自分で決めていなしにしようって感じだったんです。それはちょっと複雑で、会場はやりたかった、やっぱりその集客もあるし、会場の運営があるっていうところで、やっぱすごい粘っていて、どっちにしようって。でもそれが3月中旬だったんですね。そこはもう本当に2週間前までやろうと決めてたんですけど、2週間前本当ギリギリにお客様に申し訳ありませんって言ってなくなって、それは本当ドタバタでした。なんかもう結局最後まで、明日ですよね、楽しみにしてますみたいなメッセージもやっぱりあって、まあだいぶ連絡はしたんですけど、メールがわからない人とか、フェイスブックでの予約とかの人とかで、メッセンジャーと見てなかったとかで、結構それは大変、トラブって、トラブってはいなかったですけど、やっぱしょうがない、仕方がないって今回は終わったんですけど、だいぶもうゴタゴタして、明日あったけど大丈夫だよねって言って、もう1回もう中止です、で中止ですの連絡をもうだいぶ10回以上したっていう形で、その前に、その後かな、サントリーホールでそのスタンドアップオーケストラの、ミツバチ、これ言っていいんですか、ミツバチと遠雷っていう、映画が、去年あれ何回聞いたミツバチなんだ、去年、ピアノ…なんか、ね、江口さんも…え、熊町ですよ、あれ熊町三つ町三つ町シューベルとか、ここがね、ここが素人との違いだよ、もうなんかニュアンスで…いや、もうそんなもんで、そんなもん、いや、映画、これは映画なんです、映画のタイトルで、あ、そうか、映画…そもそも俺がダメだって、普通に普通の、多分もしかしたら映画見てる方多いので、松坂桃李さんとか結構有名な人が出た映画に、それにちょっとオーケストラのメンバーで出させてもらったんです。それのなんかそのサントラコンサートみたいなのをスタンドアップがこうやるっていうことになって、それサントリーホールで4月が、本当にそれも本当直前に延期になって、でその延期が8月だったんですけど、それも中止になっちゃった。やっぱりなんかお客さん来てくださる方反応とかはやっぱ仕方ないっていう人と、いやもうなんか どうしますか、これはやるんですかやらないんですかっていう人の、すごくいろんな人の反応が見れて、これはどうやって返事をしたらいいのかっていうのは数ヶ月悩みました。結構自分的にどうやって返事をしたらいいんだろう、この来てくださる方々にって、本当に悩んだのは一つ、私のその当初って言ったらあれですけど、最初一番大変だったところですね。あとは2月の頭に、それまでドイツにちょっと行ってて、帰ってきた時にちょうど、ダイヤモンドプリンセス号で騒いでた時なんです、で私自宅、その外国にいて、日本の家族から日本今大変だから帰りはマスクしてきてねって言われて、ニュースでなんとなく見えてるじゃないですか、でみんなマスクしてしなきゃいけない、どうしたんだろうっていう感じで、で2月の6日に着いて空港に、したらもう全員マスクして、こうなんか人と人が少し、でもドイツはどうする、何にもないんですよ、マスクして、ドイツって何もないのからあんなになったの、そうで、私ギリギリだったの、今思ったらギリギリだったなと思って、でその翌々日に本番をやってるんですけど、それもギリギリだったし、でもその海外が2月6日私が知ってる2月6日まではマスク一人もしてない、そのある意味当たり前のマスクの外国の人がしてたらびっくりなような感覚だったのが、その2、3週間後にもうマスクしてない人がいないヨーロッパっていう
しかもこんな大変になってしまった。そこは私すごく恐怖を感じたところでした。ギリギリだったんだな、自分がいたのがって。だってもうすぐ出てた、入れた。はい、全然何も問題なくて、とりあえずそうなん、温度計みたいのこう通らされて、うんうん、弾かれてる人数名いたぐらいです、ね、あ、もしかしてあの人みたいな感じはあったんですけど、普通に何もなく、とりあえず船が大変だみたいな、その状況、神奈川行っちゃダメなんじゃないみたいな、こうみんなこう言ってる時ですよね。だからあの頃はまあ甘く見てたよなって私は思いますけどね。そうだよね。でもまああの頃は私はしょうがないよね、うん、なんか船でなんかニュースがやってるねぐらい、やってるねぐらいですよね、うん、そう。だってまさかこんなにみんながマスクするような状態になるんで待ってなかったみたいな。ちょっと昔に SARS ってあるの、はい、中国でね、中国の映像かなんか見るとみんなマスクして、うん、黒いマスクしてなんかいろいろカラフルになったね、マスクもなんていう、あんなのが日本で、ね、まあ、誰しもマスクしてる世の中になるとは思わなかったから、一時期ちょっと全然コロナとか関係なかった頃になんかコスプレで若い女の子のこう、うん、黒い悪魔っぽいマスクをするのがファッションみたいな時期があったけど、絶対なんか自分がすることとかないんやろなと思ってましたけどね、うん、今ではなんかこうちょっと着物生地のなんとかみたいな、うん、まあ、僕もちょっとそんなんしてますけど、そういうなんかもうファッションの一部みたいにズボン履かな外で歩かれへんぐらいの感じにちょっと なんかなってきたというか ね、本当に本当に、昨日マスクのシール見ました。マスクに貼るシールびっくりしちゃって、白いただのマスクがつまらないから、そこにシールを貼るって、マスク用シールってちゃんと商品が出てたんで、考えた、それはちょっとびっくり。何でも商売になっちゃう、ね、と思って、こんなん出たんだろう、考えたね、その隙間産業 ね、びっくり、昨日びっくり。そのシールを貼ることによって通気性はどうなんやろ。そうなんですよ、ね、そうですよ、本来の、ね、あれはどうやねんやろ、通さなくなるんだ、そういうことやで、ね、ああ、まあ、ウイルスが通らないもん。いや、そこだけね、シールのとこだけ、ね、こんなんですか。でも通気性も悪くなるから、ね、そうね、だから そこがちょうどなって、うん、我々もじゃあ動画いつからスタートしようかって話になったの、うん、その前にはもうチャンネルやろうぜっていう話になって、うん、でうちも会社の中で決定して、会社で決定して、うん、よく思い切ってくださったですね、富塚さん。え、いろんなことをね、それをやるにあたっていろんな決断があったと思うんだけれども、その決断なんかしてない、した声で言わない、それはやっぱり会社だよね、まあグループだよね、うちの僕の会社のとこだけでは決めれないから、うん、もちろんそうなんしね、いろいろやったりとかしたけど、うん、でその頃決まって、さあやろうって言って、コロナがあったから YouTube やろうかじゃなくて、じゃないじゃない、だからそれなんか お伝えしたいですよね、見てる方々に。そうね、コロナがあったからなんかしゃあないから YouTube やったはんねえわと思われてる、言われますもん私。逆だから、もう全然コロナなんていうのこの字もない時に、このもうすごく思い出すのは東京駅で集まったじゃない、あれ何月のか忘れちゃったけど、で高木さんね、最初3人で会った、はい、私がちょっと行けなかったんです、なんだっけ、めっちゃ楽しみにしてて、そうだ、4人で会おうと思ったら、あれだ、行けなかった、インフルじゃなくて、なんかもう記憶があれなんですけど、行けなかった、なんか動けなかったよね、確かに、そうそう、めっちゃ楽しみにしてて、ぎっくり腰じゃなくて、なんだっけ、それはと、そう、ぎっくり腰やった、ちょっと大変だったんです、あれは、そうそう、なんかもう動けないっていう事例があって、そうなんです、本当はそうです。それで、あれ何の写真、多分2月です、頭2月、あ、私帰ってきてからだから、そうそうそう、なんかそんなんやね、あ、東京にいたんだっけ、あれ、そうだ、俺は参加した、その会合は、だから東京にいて、じゃあ会おうかって急遽決まって、うん、で、その足で大阪行くからって、で、東京駅、ヨーロッパから帰ってきたので2月8日以降です。その後に腰やっちゃったんです、覚えてます。それで突然来れなくて、で
高木さんと江口さんと3人あの喫茶店で待ち合わせしたんだよね、東京に出たところ、はい、で、3人で話してね。で、僕が言ったのは、もう僕はもうあの、社内とかにこう、うん、プレゼントかこう やらないっていう話をしてたから、それをこうやりませんかっていう話で集まってもらって、忘れもしない喫茶店ね。そうですよ、コーヒー頼んだの。あ、事件ですね。そうですよ、濃いめのコーヒーとかどうだろうね、これで。いろんなブラジルとかね。もうすぐコーヒー種類が多いとこやね。絶対豆の名前かと思いますよ、ね、思いますよ。朝でしたっけ。朝でコーヒーなんかええなぁ言うてて、いろいろ種類あんねんなぁ言うてたら、ね、いいですね、朝ーー苦手できた感じ。朝からビールを、ね、めえ間違うてるやろ言うたんやけど、まあ、店員の勘違いです言うたんやけど、もらう言うてあん時俺正直、いや東京の人やなって思った普通あれ帰って別に東京からじゃない関係で、帰ってこいとか言う俺やったら言うなとあ、そう、うん、でも、ね、飲みますよ、います今から仕事やろ、おい別に今からでもメニュー的にそう、どういう、じゃあ結局は地ビールだったんですよ。美味しかったよ。ブラジルとかコロンビアとかって書いてあったのね。でも喫茶店でブラジルコロンビアって言ったらさ、そうそれがもうコーヒーにしか思えない思えない国の思えないブラジルコロンビア、え、キリマンジャロは中です、ね、これお店の名前は言わないけど東京駅中ですわ。そう、面白いお店やったね。探してみてください。だって店員さん手に持ってるのそれ何っていうえ、どういうくらいのでした。いや、結構そこちゃんとグラスよ、細いのもいい、ね、黒ビールだったら良かったですね。黒ビール濃かった、濃かった、うん、地ビールだけ、よう泡立つコーヒーやね。これ絶対忘れないよ、ね、忘れない。チャンネル使う、今度行きたいですリベンジ朝ぜひ12時ぐらいにあの東京駅のホームにこう一人でニューヨーと別れて、うん、ね、わーあの感じが忘れない、でもあれ悩まなかったじゃない、一杯飲んじゃったしなっていうのがありましたよね。一杯飲んじゃったしな、しな、次はコロンビア行くかとかいや、もうそのそこ口直しにコーヒー飲んだりしなかったしないです、まさかそんなのもったいないじゃないですか、ね、さすが太ももの大きさですよ、まあ、これがこのカップリングのいいところでもあり、やばいところでもあるっていう、あ、いやだからそこがなんかやっぱり東京の第一線で仕事をする人っていうのはこうじゃなきゃいけないんだ。だからその時は高木さんどんな感じで、もう言葉は発さなかったんで黙って見て、朝やし分かるやろ言いそうになったなんか言うかなと思って、その直前もう0コンマ1秒前にもう飲むって言ってくれたからあれ騒ぎにならんでよかったんやけど、僕らがびっくりした顔はしたのね、ちゃんと。そうですね、形的にっていう、その機嫌はもう負けないんだろうね、あれね。あ、何かんだよ、まあ、それでこうたじろいで飲んだわけじゃないんだけど、あ、今全くそれはないラッキーと思ってそうこの時間から飲めるかわいそうじゃん、あ、もう多分、うん、いや俺はそこにお仕事には行ったことないけど、うん、メンバーの人とは俺も仕事をしたことがあるし、うん、もうこうなるよ、厳しいってこと、うん、高木さんがそうなる、違う、もうこっちも、あ、すみません、もう、はい、ちゃんと処置します。高木さんもなんなる、あれはなるの、横で弾いてる人だから、そんな酒いっぱい飲んでね、そこに入るそうなんだよ、なんかいろいろ誤解が生まれるね、全部桶の仕事じゃないからね、仕事だったら飲まないよ、いや、びっくりしたよ、だから俺そう、ちょっと焦ったよ、そうと思ってたからさ今解決しましたね、別にコロナになったから始めたわけじゃなくて、うん、ちゃんとね、そのビールの話は長くなっちゃったけど、結局その時にチャンネルの話を聞かれた。自粛だからこそ、うん、ね、家にいる人たちが多いだろうから、うん、なのでちょっと早くやろうかっていう話になって、
ただ音楽がないっていうことがどんだけ改めて、うん、我々音楽に携わってるもんやと、これがなくなったら大変なんやろなと思うことも多かったかもしれんけど、コンサートに行けないっていうことがあるかどうかなってあんまり考えたこともなかったと思うな、うん、そういう意味では音楽を少しでもお届けしたいなっていうつもりで、結果まあこの YouTube をやっていくことになったね。え、ただまあ困ったよ、まあ機材はある、なんか弾いて取らなあかんっていう時、和室最初は戸惑いあったでしょ。正直本数はすごいびっくりしました。あ、やっほいよ素人とプロとは違う、ね、そうなんやろな、弾く、うんうん、やってやるみたいな、できなかった練習なしでは絶対に不可能です。だけど YouTube がそれやとあかんじゃん、うん、改めて今実感せん、うんうん、